カタルーニャ独立への道の地図カタルーニャ独立への道、またはカタルーニャの道は2013年9月11日のカタルーニャ国民の日にカタルーニャの独立を求める住民が手をつないで作った1989年のバルトの道に類する街頭デモである。このデモはカタルーニャ国民会議によって組織された。黄色、赤色、青色のカタルーニャ独立旗。 アスタラーダを掲げて手を繋ぎ合い、480キロに渡って人間の鎖を作った。このデモの目的はカタルーニャの独立の賛否を問う住民選挙の開催を求めることにあり、2014年11月に2014年カタルーニャ独立住民投票として実現している。スペイン政府カタルーニャ局は参加者数を160万人と推定した。 14の非政府組織がこのデモを支持した。北端はフランス領カタルーニャのバルスピール軍であり、南端はカタルーニャ州最南端部のタラゴナ県ムンシアーである。古代の道路であるアウグスタ街道に沿って参加者が並んだ。カタルーニャ国民会議のカルマフルカデー代表によると、このデモは国家主権を達成するためのカタルーニャ人の団結の象徴であるという。 1989年のバルトの道、バルトの道1989年8月23日、エストニア、ラトビア、リトアニアのバルト3国でバルトの道が組織された。このバルトの道は、ソビエト連邦からの独立を支持する住民が3、各国の首都を6 0 0トル以上にわたってつないだものである。 1991年8月19日のソ連8月クーデター後、バルト三国は1991年9月に独立を達成した。バルトの道のスローガンは、A コモニヨーロピアンホームキャンオンリー、B セットアップイフオールヨーロピアンネーションズあれ、クランテッド、A フリーライトツーセルフリーターミネーションだった。カタルーニャ独立運動スペイン国家における、 カタルーニャ州の自治権の制限に抗議して、2010年7月10日には、バルセロナ中心部で2010年カタルーニャ自治抗議と呼ばれる街頭デモが行われた。このデモは特に、カタルーニャ州住民の73.9%が支持した2006年カタルーニャ自治権省に対して、スペイン高等裁判所が意見判決を下したことに対する抗議だった。 デモの参加者数は、地元警察によると110万人であり、主催者によると150万人である。マドリードに拠点を送エるパイス市は、デモの参加者数を42万5000人と推定している。2009年9月13日から2011年4月にかけて、カタルーニャ州の数百の自治体で独立に向けた、意識調査が行われ、それらの調査では独立に賛成する投票が、 圧倒的多数だった。2012年には、カタルーニャ国民会議が、カタルーニャ、ヨーロッパの新国家をスローガンとして2012年、カタルーニャ独立デモを主催し、カタルーニャは、欧州連合内部の独立国家となるべきであると、主張した。2012年のデモの参加者数は、バルセロナ市警察と内務省カタルーニャ、代表団によると、約150万人。 主催者によると約200万人、スペイン政府カタルーニャ局によると約60万人だった。各政党のデモに対する態度開催前には慎重な姿勢を崩さなかったカタルーニャ州政府のマス、首相2013年6月19日、カタルーニャ歴史博物館で初めてカタルーニャの道の計画が明らかにされた。1989年の バルトの道の組織者である変化リッツとローラノハもカタルーニャでのデモの発表会見に出席した。7月4日、カタルーニャ国民会議はウェブサイトで参加登録を開始した。最初の24時間に2万2000人が登録し、最初の1週間に7万8千人が登録した。登録開始から9日後の7月12日には登録者数が10万人を超え、 7月30日には25万人を超えた。イベントが開催される3週間前には35万人以上がすでに登録を済ませていた。しかし、組織者はカタルーニャ南部をカバーする参加者が足りないという問題を抱えていた。開催9日前の9月2日時点では参加者が低密度となる地域がなくなり、人間の鎖の成功が保証された。 2013年下期には、カタルーニャのいくつかの都市で何度かリハーサルが行われた。カタルーニャ民主集中、カタルーニャ共和主義左翼、人民統一候補は、カタルーニャの道を政党として支持し、さらにデモに参加することを発表した。一方で、カタルーニャ社会党、カタルーニャ国民党、シウガダ,ダノスはこのデモに反対した。カタルーニャ緑のイニシアティブは党員に対して、 市民団体プロセスコンスティトゥエンドが組織する人間の鎖に参加して、貯蓄銀行、ら会社を取り囲むことを求めた。カタルーニャ州首相のアルトゥールマスと、カタルーニャ州議会議長のヌリアダヒスペルトは、制度的な理由によって参加しないことを決定した。とは言うものの、両者は、カタルーニャの道の参加者を激励し、9月11日には、人間の鎖の組織者に会うだろうと述べた。 人間の鎖の経路ポントスに設けられたセクション650の開始地点本線組織者は約1500台のバスを動員に使用し約3万人のボランティアがイベントに実施に携わった午前中には雨が降っていたものの毎年9月11日のカタルーニャ国民の日と同じようにバルセロナ中心部などで記念式典が開催された人々の熱気に押されるかのように 午後には天候が回復した。カタルーニャの道は古代の道路であるアウグスタ街道に沿う86自治体の協力で行われた。バルセロナではディアグナル通り、サンジャウマ広場、アシャンプラクなどいくつかの主要な通りに沿って住民が並んだ。カタルーニャの自治が奪われた1714年にちなんでデモ参加者は17時14分に一斉に手をつないだ。 支川本線に加えて、フランス領カタルーニャのルブルに至る支線、バレンシア州、カステリオン県、ビナロスに至る支線が作られた。カタルーニャ国民会に来たカタルーニャ支部が支線をペルトゥスからアルボローまで伸ばし、バレンシア州のいくつかの民間組織はアクショを、クルトゥラルダルパイス・バレンシアと連携して、ビナロスまでの支線を準備した。世界各国の カタルーニャの道カタルーニャ国民会議外国支部は、スペイン国外のカタルーニャ人コミュニティと共同し、2013年8月1日から9月11日の間に、世界各国の116以上の都市でカタルーニャの道を組織した。8000人以上のカタルーニャ人と非カタルーニャ人のカタルーニャ独立支持者が参加している。カタルーニャ独立反対派の市民団体である 12O。オ モービメントシビッチは、サグラダ・ファミリア前広場で、スペインの団結や、独立賛成派の鎖を断つことを目的とするデモを、呼びかけていたが、カタルーニャ州政府内務省は安全上の理由から、カタルーニャの道と同時に同一地点で行われる、予定だった独立反対派のデモを容認しなかった。カタルーニャの道と同日の9月11日、15人の、極右活動家は、 マドリードのカタルーニャ政府施設でフランコ体制下に存在したファラン兵イや2006年設立の国家同盟の旗を掲げた。極右運動家は奴らは俺らを欺かない。カタルーニャはスペインだと叫び唐辛子スプレーを投げ込んだ。このカタルーニャ政府施設では核が損害を受けカタルーニャ州から選出されていた欧州議会議員のジュゼップ・サンチェス・イ・リブレなどが襲撃された。 この事件では医師らが神経衰弱に陥った人、打撲を受けた人、スプレーで目を刺激された人の3人の治療に当たった。負傷した人の中には高齢者と5歳の少女がいた。声明を出したスペイン政府スポークスパーソンのソラや、サエンスでサンタマリアカタルーニャ国民会議は9月12日、カタルーニャ州政府はカタルーニャ州で実施する。 住民投票の日付を質問を決めるべきであると主張し、その質問は、はいか、いいえで答えられるべきであるとした。カタルーニャ州政府首相府省兼スポークスパーソンのフランセスク・オムズも9月12日、年末までに日付と質問を決めるべきとした。スペイン政府副首相兼スポークスパーソンのソラヤ、サイエンスでサンタマリアは9月12日、スペイン政府幹部は、 あらゆるスペイン人の声を聞く義務があるとし、デモに参加せずに、家で過ごしていた、声なきが多数のカタルーニャ住民に言及した。スペイン政府外務大臣のホセ・マヌエル・ガルシア・マルガー・アーリョは、カタルーニャの道が、呼びかけ、組織化、計画、情報伝達の点で成功したことを認めたが、スペイン国家は、カタルーニャの住民投票を受け入れないだろうとした。デモに、 好意的な発言をした後に内容を修正した、ラトビアのドンブロースキス首相 EU の欧州委員会のスポークスパーソンである、オリビエ・バリーは、カタルーニャの道に対して敬意を示し、デモの重要性を認識すると述べたが、一方で EU 首脳部は加盟国の内政には干渉しない、ことを念押しした。ラトビアのバルディス・ドンブロースキス首相は、もし正当なプロセスに従って、 独立宣言を行った場合には、カタルーニャを独立国家として認識すると述べた。しかし、ラトビアは、カタルーニャ問題を、スペインの内政問題であるとし、ドンブロースキス首相の報道官は後に、カタルーニャ問題に対する支持を示す代わりに、中立を保つことを試みているとした。スペイン政府は在マドリードのラトビア大使を呼び出し、ドンブロースキス首相の発言の説明を求めた。 9月14日、リトアニアのアルギルダス・ブトケビチウス首相は、カタルーニャについて、それぞれの国は独自の道を見つけ、自己決定権を保持する必要がある。私は連帯と自己決定を表現する、あらゆる平和的な方法を歓迎すると述べた。ブトケビチウス首相はさらに、カタルーニャ独立でもが、リトアニアの先例に着想を得ていたことは大いに満足であるとした。 スペインのガルシア・マルガーリオ外務大臣による外交的圧力の後、リトアニアの外務大臣は、リトアニアの立ち位置について、スペインのメディアに変更と誤った解釈を懸念しているとする声明を出した。この声明では、ソビエト連邦がバルト三国を占領したことを、スペインの状況と比較することはできない。スペインは民主主義国家であり、EU の一員であり、 EU と NATO における我々の緊密なパートナーであるとも述べた。さらに、スペインの内政問題は民主的にスペイン国内の法的手段に従って憲法を尊重して解決されるべきであるとした。1年後の2014年9月11日には、バルセロナ市街地に V の一文字を作るカタルーニャの道2014が開催された。 その2ヶ月後の2014年11月には2014年カタルーニャ独立住民投票が非公式ながら実現している。独立への是非が単一の争点となった2015年9月の2015年カタルーニャ自治衆議会選挙では独立賛成派の政党が過半数の議席を獲得し11月9日にはカタルーニャ独立手続き開始宣言を行った。 2016年1月にはカルラスプッチダモンがカタルーニャ終身首相に就任し独立国家建国の過程を推し進めて18ヶ月でカタルーニャ共和国を建国すると語った。ありがとうございます。